お兄さんが持っているお野菜を、カピバラたちに与えていきます。このお野菜一体どうしたのかと言いますと、先日8月の6日にカピリンピックカピバラの追加早食い競争というものが行われました。これはですね、4つの動物園でですね、代表のカピバラを1頭選出して、追加約 500g の皮付きの追加の、早食いのタイムを競うというものになります。そこでみんなお野菜をお野菜に群がっていますが、そこで埼玉代表のメープルというカピバラ、一番大きいカピバラです。この子ですね、一番大きいメープルというカピバラが1分36秒というなんと大会新記録を出して、優勝することができました。ありがとうございます。それがその時の賞状になります。この大会のルールとしてですね、優勝したカピバラには他の動物園のカピバラから、その各地の名産品が送られてくるというものになっています。そこで今回那須動物王国からこのお野菜の詰め合わせが届きました。それではこのお野菜早速カピバラたちに与えていきます。お野菜たくさんありますが、小さく切ってあげないとカピバラたち喧嘩になってしまうので、今速攻でお兄さんに切ってもらいます。まず最初にこちら、人参とさつまいもです。これは実は埼玉のカピバラたちも毎日食べているものです。埼玉ではこのさつまいもと人参の他に白菜、それからこういった草ですね、牧草なんかを与えています。それでは最初にさつまいもと人参です。そして次にかぼちゃです。このかぼちゃ2ついただきました。かぼちゃは普段カピバラたち、他のカピバラたちは食べていないので、どんな反応してくれるのかとても楽しみです。そしてこちら少し色の違う、こちらもかぼちゃです。そして最後に一番大きなお野菜、冬瓜ですね。はい、これも普段ここのカピバラたちは食べていないので、食べてくれるのかとても気になります。はい、かぼちゃも与え始めています。那須動物王国のメスのリゼちゃんですね、挑戦してくれたメスのリゼからお手紙が届いているので読み上げます。メープル殿、この度はスイカの早食い競争、優勝誠におめでとうございます。副賞として那須動物王国から那須高原の新鮮野菜セットをお送りさせていただきますので、ご賞味ください。長風呂対決の時はまたよろしくお願いします。那須動物王国一同カピバラリゼということです。はい、そして色の違うかぼちゃも与えていきます。はい、隔離して2頭で暮らしているのは男の子たちです。
ここにいる子みんな女の子なんですね。今回は那須動物王国から、お野菜の詰め合わせが届きましたが、先日私実際に那須動物王国に遊びに行ってきました。ギゼちゃんですね。この競争に挑戦してくれたギゼちゃんは、池の中でスイスイと泳いで、小さなカピバラ、子供のカピバラたちと一緒に遊んでいる様子を見ることができました。それでは、スイカ早食い競争に挑戦してくれた他の動物園のカピバラたちも紹介します。ズシャボテン動物公園から、オスのケビン君、そして長崎バイオパークからオスのトク、メープルは1分36秒で1位でしたが、2位が伊豆シャボテン動物公園のオスケビンですね。そして3位が長崎バイオパークのトク、そして那須コブトコクのリゼちゃんが、5分46秒ということで、メープルの1分36秒がいかにすごいタイムかが分かります。すいません、冬瓜だと思い込んでいましたがスイカでした。スイカもカピバラたちに与えます。伊豆シャボテン動物公園、長崎バイオパーク、那須動物王国、そして埼玉県子ども動物自然公園ですね。この4つの動物園で、夏はこのようにしてこのようにスイカの早食い対決を行っていますが、冬にはこちらのお風呂で露天風呂の、長風呂対決というものを行っております。ぜひ冬のイベントもチェックしてみてください。スイカが加わって色鮮やかなお野菜になりました。カピバラたちは美味しそうに食べています。今日の主役は何といってもメープルですね。この子です。今はスイカを一生懸命食べています。カピバラは種も皮もすべてきれいに食べてくれます。はい、こちらの賞状はスイカ早食い競争でメープルが優勝した時の賞状です。メープルいい顔をして気に映ってますね。